ということはちょっとこう舞台を所狭しと動くんでしょうかね。はい、さあ川田さん、続いては、はい、続いてはインドネシアからやってきたアーティストです。インドネシア全域から歌とダンスが大好きで、アジアと日本でスターになりたいという大きな夢を持った女の子を募集し、約500名の応募の中から選出されたアイドルグループ、うん、少女コンプレックスです。なるほど、少女コンプレックス、はい、楽しみでございます。はい、それではご覧ください、どうぞ。かけら
きました。少女コンプレックスです。よろしくお願いします。先ほど聴いていただいた曲は夢のかけらでした。それでは続いて2曲を歌いたいと思います。くるくるカラフルエフリデイ。Oh,
今聞いていただいたんだ。コロコロコロ恋模様でした。イエーイ。はい、ラジオコンプレックスは初めて日本でパフォーマンスできてとっても嬉しいです。嬉しいです。沖縄は初めてですがどうですか？はい、沖縄の海がすごく綺麗ですね。綺麗です。あ、沖縄といえばウヤちゃん村ですよ。美味しいでしょう。あ、インドネシアでもチャンブルという言葉がありますよ。そしてソキそばもサタンダギ、はあ、食べたいですね。ちょっと食べ過ぎでしょ。それはダメ。ダメ。はい、確かに沖縄料理は美味しいですね。はい、美味しいですよ。じゃあ後でみんな食べましょう。はい、食べましょう。はい、でも何の食べ物がオラさん大好き？何ね、魚が好きかな。寿司かな。そう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 、美味しいです。でも沖縄の食べ物がいっぱいあるんですね。はい、あるんですね。はい、あ、でもハイちゃん、いや、焼きそばの、昨日の焼きそば、はい、美味しいですか？本当に美味しいです。焼きそば、すごく美味しいです。美味しい。でも、はい、コンビニの焼きそばだろね。うん、じゃあみんな一緒にかな。はい、あ、はい、あ、そろそろ次の曲かな。他のメンバーを呼びたいと思います。はい、みんなはい、聞いてください。始まりの光。Thank you.
しんでいただいてますか？ありがとうございます。この次は処女コンプレックスの 初ユニットがパフォーマンスさせていただきたいと思います。メンバーはリアスタ、ジュリアナ、アニリタとライナです。それでは聞いてください。ジャラシスナイクラフォルジャシスナイト聞いていただきました。イエーイ、かっこよかったんですね。かっこよかったですね。そうですね。じゃではこの次はそれぞれのメンバー自己紹介させていただきたいと思います。じゃあどうぞ。はい、スジョコンベックスのペンギンイレネです。よろしくお願いします。ロックバンドが大好き、私はクーララです。よろしくお願いします。
ファッションが好きなアマンダです。よろしくお願いします。サーラです。チャームポイントは笑顔です。よろしくお願いします。イエーイ。では他のメンバー呼びたいと思います。じゃあみんなおいで。辛い食べ物が好きなレジニアです。よろしくお願いします。私は踊ることが大好きでめっちゃ元気やでリーマーです。よろしくお願いします。ソジョンコンプレックスのムードメーカーナダです。よろしくお願いします。はい、皆さんのヒーローフロエチナです。呼んでください。よろしくお願いします。フィオラです。温かいハグが大好き。よろしくお願いします。ソジョコンプレックスは初めて日本でパフォーマンス、本当に嬉しいですね。嬉しいです。ソジョコンプレックスはインドネシアから来ました。13人アイドルグループです。私たちの夢は世界中にライブをしていたいです。はい、そうです。ねえ、さっきのパフォーマンスはねえ、ビーマサティアヒロスのエンディングソングです。本当にかっこいいですね、みんな。そう、かっこいいです。そうそう。ああ、今日は涼しいですね、みんな。涼しいです。そう、あ、降りましたけど、雨が降りましたのに、みんなさん来ていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。太陽がいないですけど、でもみんなの笑顔は私たちの太陽です。ありがとうございます。ありがとうございます。だからみんな応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ありがとう。あ、でも冷たい？寒い？寒いですか、みんな。でも皆さんの笑顔は温かいです。はい、本当に嬉しいですね。あ、でも沖縄はめっちゃ嫌いでね。え、この町で、はい、暑いですね、沖縄は。うん、でもインドネシアもまだもっと暑いです。もっと暑いよ。だからさ、暑い。だからここは冷たいです。あ、涼しいですね。涼しいです。あ、涼しい。はい、本当にインドネシアは綺麗もんね。だからみんなインドネシアから行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。行きましょう。本当にありがとうね、みんな。おいしいね。じゃあレイ、どうして沖縄料理が好き？沖縄は食べ物が全部美味しいですよ。あ、でも辛い食べ物がめっちゃ好きですよ。はい、うん、私は辛い食べ物が好き。沖縄物が、うん、辛い食べ物があるですか？あるですか、みんな辛いもの、沖縄で。あるかな。あるですよね。え、あるですか？あ、あるですよ。あるですか？あ、ありがとう。じゃあ食べましょう。はい、食べましょう。食べましょう。ねえ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 、本当にさっき雨ですか、今日。今はまだ雨じゃないのにね。雨ですか？雨ですか？あ、雨多分ちょっと。え、でも太陽はどこ？あ、太陽さん。太陽さん。行ってください。あ、でも大丈夫です。私の心が温かいね。じゃあ次の記憶は最後の記憶になります。おー、全員歌いたいと思います。みんな最後まで盛り上がり盛り上がりましょう。じゃあ他のメンバーを呼びましょう。みんなおいで。聞いてください。メレンゲ恋心。
かわいい、どんぐりおじさん、どんぐりおじさん、できるじゃん。皆さんありがとうございました。ありがとう。照りまかし。元気いっぱい踊って歌っていただきました、ね。インドネシアにもね、こういうアイドルグループがいるって驚きでした、ね。いや、夏子さん、あのメンバーのようにスッと横に座ってもらって。顔でかっ。リーダーみたいな。顔でかっ。頑張ろう。年齢的にリーダーではあるでしょうけどもね、すごい。さあ、いかがでした？沖縄でこう踊られて歌って、楽しめましたかね？初めて日本の沖縄でパフォーマンスするのがとっても嬉しくて幸せです。ちょっとね、雨でね、お客さんもまばらの中でもね、つる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 ね、一生懸命。どうだった？え、沖縄は皆さん初ということですけども、初めて沖縄、ファーストタイム、楽しめてますか？エンジョイできてますか？エンジョイできてますか？あの、お年ちょっと聞きたいんですけども、一番下年齢の一番下ヤング、ヤングはライナーです。15歳のライナーさんです。15歳、15歳ですか、はい。リーダーは、ね、リーダーは私、リーダーなんですね。リアスタです。よろしくお願いします。日本語もね、お上手で、お上手ね。どうやって勉強した？日本語はね、しゃべれる、ちょっと喋れる、少しだけ喋れます。彼女上手そうだよね、日本語喋れる。あまり術ではない、でも頑張ります。いやー、すごい。はい、勉強いっぱいしたんですか？勉強いっぱいした。はい、勉強して最初したいです。先生が怖かった、こうやって怖いです。はい、そうですね。いやー、怖い。思い出してしまった。そうちょっとね、インドネシアの若い女の子たちが、ちょっと落ちない方のギャグは面白いのか、ちょっと僕見てみたいんですよ。あ、そうですね。もしよかったらね、インドネシアでお仕事をさせていただけたら嬉しいじゃないですか。ちょっと見ていただいたら、ギャグ。じゃあもう向こうに向かって、この曲に合わせて歩きますって。どういうことでしょう？はい。かっこいい。かっこいいわ。いや、すぐバレできる。すごい、みんなバレしい。ノリが素晴らしい。うん、1個、いや、なんかね、1個ギャグ教えてあげたら、なんかギャグ、そしたらで、やりやすい、かわいい女の子たちのイメージありますからね。わかりました。崩さないでくださいよ。かわいいやつをね、はい、いきますよ。姿勢がいい、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 最後ね、風俗ライター。なんて言いました？風俗ライター。バカ野郎か、お前。姿勢がいい風俗ライター。バカ野郎か、お前。どうぞ。いや、やらなくていいですよ、やらなくていいですよ。風俗ライター。ダメです、教えてあげてください。ダメです、アイドルなんですよ。新曲みたいな感じになりました。すいません。今後はどういう活動をしていくんですか？お仕事はどんなことをやってくるんですか？だってさっきもね、仮面ライド、あ、そうだね、すごい、映画の主題歌に、あの少女コンプレックスの初ユニット4人で、はい、サクラ4は、サクラ4、インドネシアの仮面ライダービンマーサキヤヒロスという映画で、エンディングテーマを歌います。すごい、上手、日本語上手、上手、本当に。じゃあ、日本でね、日本のアイドルって言ったら、まあ有名なのは AKB48、 知ってる？知ってます。ね、一緒にね、踊ったり歌ったりできたらいいね。踊り、一緒に踊りたいね。もうプロデューサーだから。やめろやめろ、気をつけて、本当に。あ、でもいいよ、今日、ね、あいつはね、胸毛コンプレックスなんで、すごいですね。ヒゲのコンプレックスでございます。そうですよね。よろしくお願いします。そうね、で、他は日本どっか行かれましたか？東京とか行きましたか？あ、なるほど。私とアマンダさんは、はい、東京と大阪にも出てきました。楽しかったですか？楽しかったです。ね、東京にはね、皆さんのような若い女の子がこのおしゃれを楽しむ街、五反田っていうところがあるんで、ぜひ食べろ。お越しください。原宿とかどうですか？五反田には風俗ライターがいる。なんて場所やめろよ、お前。本当にもうね、ぜひ楽しんでいただきたいですよね。はい、ということで最後にファンの皆様にメッセージがありましたら、リーダーからね、
はい、皆さん来てくれて見てくれてありがとうございました。少女コンプレックスでした。ありがとうございました。少女コンプレックスの皆さんでした。ありがとうございました。名残惜しいな。ありがとうございました。最後まで笑顔ね、スマイル。寒かったでしょうにね。ねえ、本当そうですよ。いや本当なんかお母さんみたいな顔で見えてね。本当によかった。もう転ばないで、転ばないで、頭打たないでって思いながら見てた。